ウォーカーここまで2割4分5厘で、先ほど田中宏康の話をしたんですが、ウォーカーもデータ的にはちょっと面白いかなという。その前に打っちゃって、高い打球はどうだ、そのまま行くのか、入ったホームラン、ウォーカーのホームランは先制点、第4号のソロショットです。高くありました。ちょっと風が心配でした。多少押し戻されたかなというところだったんですが、しかし入っていきました、ホームランです。先制パンチです。変化球ですね。そうですね、スライダーだと思うんですが、はい、打った瞬間本当に完璧だと思ったんですね。そうなんです、ただやっぱりこの風なので、どうかな、もしかしたらっていうのがちょっとあったんです。意外に飛んでませんよね。で、雄平の追い方も取れるような雰囲気でしたね。そうですね。